はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、ノンアルコールビール、です。龍馬1865。坂本龍馬の、絵が書いてある、ここにね、書いてある。ドイツ麦芽 100% ノンアルコール。まさにビールを飲むがごとし。かっこいいこと書いてありますけどね。プリン体ゼロ、添加物ゼロ。で、これ値段が、110円ぐらいでした。確か。うん。安いですね。アルコール度数が 0%。だから安心。とかいろいろ書いてありますけどね。長崎に行って商社を創業し、グラバー氏との取引を始める。その交友からビールを譲り受け、初めてビールを飲んだ年が1865年と言われています。どういうことなんだろう。原材料名が、麦芽とロースト麦芽とホップのみと。おお。そして販売者が日本ビール株式会社。出た。ね。あれですよ。いわゆるパクリ、瓶のね、なんか、シーシレモンの味の、なんかね、アルコールのやつとか、あれですよ。あれのシリーズですよ。あの会社ですよ。ね。まあいいや、飲んでいきたいと思います。ノンアルコールビールか。久々に飲むね。色が薄い。泡立ちもよろしくない。やっぱ色が薄いですね、若干。カパイ。まあでも、でもやっぱ、微妙ですね。まあ、ノンアルコールビールって、大体こういう味するんですよね。これだったら、まあ、ちょっとググってみようか。変なね、苦味がするんですよ。ビールで。変な苦味。まあ、でも、こういう味になるんですかね、やっぱね。プリン体がゼロ。の売りですね。になってます。なんか他にも、坂本龍馬ビールっていうビールがあるっぽいですね。それはちゃんと度数があるっぽいです。坂本龍馬ビール。アルコール度数 4.5 だって。いろいろありますけどね。なんで坂本龍馬なのかよくわかんないんだけど。
キリンビールの誕生には坂本龍馬が関係していた。なんだって。あ、でも割と美味しいわ。美味しいっていうか別に、いや確かにまずいはまずいんだけど、なんつうかな。ノンアルコールビールとしては破格の美味しさではあると思う。いや別に破格ではないけど。俺は今までで飲んだノンアルコールビールだと、アサヒのスーパードライの柄のパクリのやつがうまかったぐらい、それなりに美味しかったとは思うけど。まあでも、まあ、それとどっこいどっこいぐらいですかね。うん。あとはまあちょっと違うけど、まあホッピー。ホッピーはあれ若干アルコール度数が入ってはいるんだよね。まあでも、うん。これだったらホッピーの方がうまいな。ホッピーって何パーぐらいあるんだっけ？ホッピー。ちょっとこれをね、まあ110円だったんで安いなと思って。これもしかしてホッピーの代わりになるんじゃないかと。若干思ったんですが。そんなことはなかった。まあ一応、ホッピーは、アルコール度数は、何度ぐらい入ってんだっけ？あ、アルコール 0.8% です。うん。まあ、0.8% だったら、まあ、ね、いいんじゃねって。でも実際俺ホッピーをそのまま飲んだ時っていうのはほとんどない。うん。んですよ。正直、うん、でも結構苦味が強いですねこれね。うん。まあ、じゃあちょっくらちょっと、もうだいぶ量少なくなったんですけど。なんだかんだで結構ごくごくいけちゃうね。ちょっと焼酎を入れて、飲んでみましょうか。ホッピー的な。まあ、ちょっと薄いかな。やっぱホッピーはもともとやっぱ割って飲まれるように濃く作られてるとは思うんだよね。おそらく。うん。それの違いでしょうね。やっぱり。あ、1865ってのは、龍馬が初めてビールを飲んだ年らしい。あ、そういうことか。だって、うん。
あ、そう。そもそも坂本龍馬が何をしたかっていうのよく、もう記憶にないんだけど、もう忘れたんだけどさ。何やったんだっけって感じなんですけど。はい。まあ、美味しくはない。けど、まあ、ビールとして飲むより、もうビールではない何かと、して適当に若干やっぱり、焼酎とかで入れて飲んだ方が、美味しく飲めるんじゃないの？やっぱ若干なんか変な苦味なんだよな。変な苦味がするんだよな。これ。大体がして。ノンアルコールビールって大概変な、あれするんだよな。しかも薄い。まず。なんか水臭い。なんか水のような、ね、味。そしてこの変な、香りがドカッとくるよね。何なのかという感じだけど、まあ知らん。俺はもう知らん。考えるのやめた。ということで、いや、にしても今日寒い、今日。今日2度ぐらいになったとこ行ってるもんな。4月5日。ねえ。寒いよ。だいたい今日雪降ったもんな。なんか朝俺会社行ったら、なんか会社のさ、あの壁のあたりにさ、隅っこにさ、雪がさ、チラチラっとさ、集まってたの。雪降ったんだなと思って。これね、意外とコクはあるんだよな。意外とコクはあるんですけど、で、変に苦いんですよ。結構苦い。苦味が結構強い。ただその苦味がなんかね、変な苦味なんだよな。香り、香りを見た。これはおすすめませんよ。まあ、値段そうか。これだったらホッピー買うな。だってホッピー100円で買えるもん。まあホッピーも同じぐらいの値段ですからね。コク4。甘みが1の香り2。おすすめ2です。まあ、わざわざホッピーとこれどっち買いますかって言ったら確実にホッピーを買うけどね。ほとんど変わらんし、味的にちょっとホッピーをそのまま飲んだことあんまりないの。大体焼酎ではあるからな。でもやっぱりホッピーの方が濃いと思うんですよね。ということでご視聴ありがとうございました。